どうもヒロです。本日は帰国後の最初の1週間の様子をダイジェストでお送りします。でも帰国直後から予定が結構詰め詰めで、もうスーツを着て東京の街に駆り出されてます。めちゃくちゃ東京。で、帰国2日目はラボに、お土産を持ってラボに行きました。で、本当は休もうかなって思ってたんですけど、なんと本日自分の博士中間発表の発表日なんですよね。で、それで2日連続のスーツです。いや、だいぶハードでした、思い返せば。でもまあ終わってみれば何のそのって感じですね。で、お昼ご飯は時間なかったんで近くのセブンで買ったんですけど、安さにびっくりしました。で、もう発表後なんですけど、いや、発表中の様子撮っとけばよかったなって。帰国3日目です。なんと3日連続のスーツです。でも本日は高校の部活の同期の結婚披露宴で、すごい楽しみにしてたんで、帰国前からドキドキワクワクしてます。明るい。すごい。マジで結婚式いいよ。結婚披露宴めちゃくちゃ良かった。で、特にどっちも高校の同級生なんで、参加者も結構高校の友達が多くて、なんか同窓会みたいな感じになってて、すごい楽しかったですね。で、ご飯もすごい美味しかったです。いや、久々に美味しい料理食べたなって思いました。お？すごいこれ。ツイッターのね。ちょっと、いい？これ1年目記念のツイッターよね。ありがとうございます。新郎さんの方は同じバスケ部の同期だったんで、バスケ部全員から写真入りのワインかなの贈り物と、あと旅行券送ったんですけど、すごい喜んでくれてて良かったですね。これ、いやー、めでたい。はい。で、帰国4日目は念願のお寿司を食べに来ました。いやー、最高でしたね。4日目にしてやっと少しゆったりとした時を過ごせました。ここからはまたラボに、3日間連続でラボに行ってたんですけど、まずお昼でもうすごい食べに来たかった心を食べに来ました。帰国してからこの1週間で結構書類をいっぱい提出しなきゃいけなくて、これが提出した書類の全部なんですけど、まず日本かわかんないんですけど、オンラインで在留届で帰国届をまず提出して、あと東工大に留学終了報告書の提出で、学信に海外渡航届の帰国完了報告と、あと海外渡航届様式3の1と3の2の提出をしました。で、物質情報卓越教育院からも援助をいただいてたので、その航空券の原本と、あと業務を行ったことが確認できる資料の提出で、あと出張成果報告書を A4 1枚ぐらいの紙で、で、あと
タクミーニュースレター掲載用体験記の作成と、あと活動成果報告書、これがちょっと重かったんですけど、を提出しました。であとはもう普通にこれやりながら、あとご飯食べてただけです。これは四川のお弁当ですね。これこの量で、ね、600円、えぐい。であと近くの蕎麦屋さんにも食べに来て、この野菜箱店がいつもここに来ると食べるんですけど、いやーマジで日本の飯最高っすね。チャンネル登録お願いします。